それでは PS4 Pro の分解を始めていきます。はじめにですね、分解の前にユーザーがですね、取ることができるハードディスクを取っていきます。こちらの指が引っ掛けられる部分からパチッとこのようにハードディスクベイカバーを取ります。でここに黒いビスがあるので、それをドライバーで取ってきます。で取った後、この板金部分をつまんで引っこ抜くことでハードディスクを取ることができます。でこれで、お客様はハードディスクを交換することができます。でここから分解になっていきます。こちらにですね、開封防止シールがありますので、これを外していきます。これを外してしまうと弊社のサービスは受けられなくなります。でシールを外すと、こことこことここに3個ネジがありますので、これを外していきます。この後このカバーは爪パッチンでくっついていますので外していきます。はい、このように取れます。で中身が出てきます。この2本のビスが電源ユニットを止めてますので、まずこの2本を止めます。外します。はい、でこの2本を外した後に、上カバーを今度取っていきます。上カバーは爪パッチンで固定されてます。でこのように取ることができます。そして、中が出てきます。ここに電源ユニットが入ってまして、こちらにヒートシンクとファンの冷却ブロックで、ここにドライブユニットが入っています。また、アンテナですね、Wi-Fi のアンテナが2個ついています。 PS4 初代は基板が上側にあったのでパターンアンテナになってたんですけれども、 PS4 Pro では2個の個別のアンテナになっております。電源ユニットから出る妨害電波を抑えるシールドです。電源ユニットを取り出すことができます。同軸ケーブルとフレキシブルのケーブルを取っていきます。こちら Bluetooth のアンテナになります。で基板のシールドを止めている、外周のネジを外していきます。こ
これが、下シールドと呼ばれる大きなシールドになります。PS4 Pro ではシールド2枚構造にしてですね、この SOC の周りの基板のノイズを抑えています。でこの中にヒートシンクを止めている板バネがあります。こちらも外していきます。ここまで来ると PS4 Pro のメイン基板を取り出すことができます。こちらがメインプロセッサーになります。 PS4 Pro では 4K クオリティの画質に対応するためにメインプロセッサーの性能を強化しており、 GDDR5 のバンド幅も広がっております。こちらが GDDR5 になります。またメインプロセッサーの電源回路も PS4 の3フェーズから6フェーズに強化されておりまして、そのうちこの5つが GPU 用、この1つが CPU 用になっています。こちらが逆サイドのシールドになっています。こちらも2層構造にしています。まずこの小さい方のシールドを取っていきます。この2箇所ですねを取ることで、この大きなシールドを取ることができます。でこちらが PS4 Pro のヒートシンクです。受熱面に銅を埋め込んでおり、ヒートパイプ3本でフィンに伝えているとても大きなヒートシンクを搭載しています。で次にファンとメカデッキブロックを取っていきます。こちらが PS4 Pro のファンになります。 PS4 初代よりも透明量大きくしているインペラを使ってます。メガデッキになります。これは PS4 と共通で使っています。次にこちらのアンテナを外します。そしてこのですね PS4 Pro のスイッチボタンの部分なんですけども、この
パーツは別パーツになってますので、ここを分解していきます。このようなパーツになってます。この LED 基板のここの LED から光を出してまして、このパーツの裏にある導光板に光を伝えて、この縁を光らせます。で、それをこの電源ボタンのこの透明部品のこの部分ですねに光を入れて、ボタンの先端を光らすという構造になってます。二色成形のボタンでここが光るようになってます。スイッチの基板です。次に LED の基板を外します。これで全ての分解が終わりました。 PS4 Pro の全部品です。プレイステーション。